湘南海岸、砂浜の道は、神奈川県藤沢市と茅ヶ崎市の湘南海岸に沿う、自転車歩行者専用道路。関東ふれあいの道の一部分にもなっているルートで、東部は湘南海岸公園の海岸通路という遊歩道、主要部分は、藤沢市久釘沼海岸と茅ヶ崎市、柳島海岸間の総延長約8キロメートルの湘南海岸のサイクリング道路、または、 湘南海岸サイクリングロードと呼ばれる自転車歩行者専用道路区間である。湘南海岸砂浜の道解説マップ湘南海岸のサイクリング道路湘南海岸のサイクリング道路は1968年国道134号の自転車歩行者専用道路として藤沢市区ル沼海岸4丁目の引き違川口付近から茅ヶ崎市 柳島までの砂防林の外側の砂浜に沿って建設された。総延長約8キロメートル福音4 0メートル前線アスファルト舗装。海岸の環境保全等の観点からも照明灯は設置していない。車止めには、エボシガンをかたどった石像のものと、ウィンドサーフィンの方をかたどった金属製のものがあるなどの工夫が見られる。高低差はほとんどなく、 大部分が直線区間で江ノ島や江干岩を望む相模湾の展望を楽しみながら散歩、ジョギングやサイクリングをすることができる。砂浜に作られた道路なので悪天時は強風や高波の影響を受ける。ことに風で路面に砂が堆積しやすいため、自転車はスリップに注意する必要がある。起点に近い藤沢湿気沼海岸四丁目に地下道部分があり、 ここから始まる国道134号松並交差点の地下に設けられた地下横断歩道湘南海の近道が山和市下鶴間の国道246号山和橋に沈めに至る神奈川県道451号藤沢山和自転車道線の起点となっている自転車道路協会はこの路線について三玉地区から藤沢 茅ヶ崎方面への接続を可能とする路線と位置づけ、将来は関東地方西部を縦断する大規模自転車道の一路線として構想している。一方、この湘南海岸のサイクリング道路は太平洋岸自転車道構想の一部に組み込まれるべき道路であるが、神奈川県内では現在のところ青掃バイパス無料区間沿いの部分を除き、他の区間の建設は進んでいない。 ありがとうございます。